先月31日、東京・日本橋の交差点画面右側から現れた黒いタクシー右折しようと交差点に進入すると次の瞬間、ね、直進してきた白い車と衝突。 ぶつかってきた白い車は新車価格で2000万円以上するという高級車ベントレーなぜ事故は起きたのでしょうか高級車を運転していた60代の女性は調べに対し右折レーに入ったがここで曲がらなくていいやとなってやめた直進して交差点に進入したら タクシーとぶつかった高級車は右折車線に入ったもののそのまま直進していたのですこの事故でタクシーの運転手と乗客2人が首などに軽いけがをしました決勝は高級車を運転していた女性に通行区分違反があったとみて捜査しています「ニュースディグ